なんと今回は初回のアフレコということで、原作者の赤坂赤先生がいらっしゃっているそうです。これですね、じゃーん、いらっしゃいました、赤先生、ありがとうございます。今日は緊張してますよ。バレました。今日はインタビューさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。推しの子の原作者、赤坂赤先生です。はい、どうもです。原作者の赤坂赤です。いやー、インタビューさせていただけるなんて嬉しいです。いや、とんでもないですよ、本当に。1話のね、はい、アフレコが終わりました。ご覧になって、はい、見てましたね。いや、みんなやっぱり上手で、はい、だから僕がやっぱりリンゴさんと2人で収録現場いるんですけど、はい、2人で、わー、ルビーだねー、ルビーだねー、はい、って言いながら、おはぎ食べてました。おはぎとても美味しかったです。アフレコはそのようないや、本当にやっぱりその、はい、皆さん熱量もあって、はい、なんかこう僕らもなんかその新しい視点もらえるっていうのも変ですけど、うん、でも結構もうなんか皆さん読み込んでくれてるっぽくて、だいぶ原作に近い形、僕のイメージ形にはなってましたね。はい、やっぱ芸能界もの書いてる上で、この声優界っていうのもね、またね、こうやって見るとすごい面白くって、まあちょっと推しの子では書くかどうかは分からないですけど、はい、もうものすごい勉強させてもらってるなっていう気持ちで来てますよ、毎週。すごく見ていただけるのは嬉しくて、はい、今、いいの勉強させてもらってます。そんなもんでもないです。緊張しちゃってるのをほぐしていただいてありがとうございます。今勉強になってます。はい、勉強私もさせていただいてます。でですね、大変恐縮なんですけれども、はい、私が演じた私のルビーはいかがでしたでしょうか。いや、大変ね。やっぱご本人のキャラクターもあるんですけど、はい、天真爛漫っていうものを絵にした時ああなるんだなっていう。で、すごい演技も上手で、僕としてはもう本当に言うことないなっていう。ほぼほぼディレクションさせてもらっても修正点なかったんじゃないですか。もう今の言葉聞けただけで今日嬉しくて泣きそうです。いやいや、大変素晴らしい声優さんでいらっしゃいます。ありがとうございます。これからも頑張りますので、またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。いや、もうお別れの挨拶になってる。違います。いやいや、もう全然ね、末永くきっと、はい、とりあえず、ね、推しの子の方をね、一緒にやらせてもらうの僕も大変光栄なんで、はい、これから一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでですね、私もですね、推しの子の本当にもう大ファンだったんですけれども、はい、ありがたい。推しの子がどのようなきっかけで思いついたのかなってのを聞きたいです。はい、こうやっていろんな世界に漫画を飛び越えて芸能界だとか声優界だとか、はい、っていうところにちょっとお邪魔させてもらえる機会が増えて、はい、これってなんか面白い世界だな、これもっとなんか生っぽい感じでなんか、うん、幻想だけじゃなくてありのままの姿、この緊張が去ってる姿とかも込みで、はい、全部ね漫画にしたらこれは面白いんじゃないかっていう風に思って書いてみようってなったのが最初なんですよ。そうだったんですか。いや、そうなんです。お話聞かせていただいて、はい、本当にありがとうございました。ね、引き続きね、はい、ちょっとこの推しの子の現場頑張ってください。はい、頑張ります。おばさんにはものすごい期待してるんで、あー、頑張ります。はい、では赤先生でした。赤でした。はい、ありがとうございました。君の夢はモンスター級で胸を一歩壊しては飛び込むよ Go to hell と書いたパラダイス。Dangerous, dangerous, we like it. Serious, serious.